グルメシティ、グルメシティ、グルメシティは、大英グループのスーパーマーケット。2018年、平成30年5月時点で81店舗、関東地方27店舗、近畿地方54店舗、近畿地方は野豪が、大英グルメシティの店舗を含むが、派生業態の、グルメシティ光屋の店舗は除く展開している。食品、酒を含むと日用品に特化した形態ではあるが、 医療品や薬も取り扱っている店舗もある。主に大英が設置し、1990年代以降に大英店舗から転換された店舗がこれに該当する。なお、食品、日用品特化店は、丸越が閉鎖した店舗を大英または各グルメシティ地域法人に売却する形で開店したグルメ式店舗も存在する。また、食品、酒を含むと日用品に特化した、 小規模店舗であることを活かして24時間営業を行っている店舗もある。現在はすべて株式会社大英が運営している9ポイントカードはグルメシティクラブ。かつて子会社であった次の4法人も設置していた。当時 SM スーパーマーケットは大型店 GMS と同じ大英を名乗っていたためミニ GMS 総合スーパー状態となってしまった反省から グルメシティが誕生した。グルメシティのコンセプトは、HMR、ホームミールリプレイスメント。1998年1月に新規開業した、スワインター店から、グルメシティの名称の使用を開始し、同年3月1日から順次、小型 SM は、グルメシティに改称していった。店名は、グルメシティ店。ただし一部の店舗については、 大英グルメして店となっている。新規開店では新長田店、豊中駅前店、中本店、墨野堂店が、大英店舗からの転換では、庄内店、くずはモール店、市場縄手店、松原店、筑野の店、宿川店が、イタリアの店舗からの転換では、東、芦屋店が、店名変更では、墨吉店が該当する。 いずれも近畿地区で2003年から2005年に新規開店、転換解消した店舗ばかりである。これらの店舗、ダイエートポスなど他の業態も含む間で店名の重複は存在しない。また、業態名を取り除いた所在地名レベルでも重複しないように配慮されているが、過去に唯一の例外として京橋店があった丸栄坂へグルメシティ京橋店と 大英京橋店。大英京橋店は、大阪市宮古島区の京橋駅前に立地。グルメシティ京橋店は、大阪市上東区に立地するが、最寄り駅は、京橋駅から地下鉄長堀鶴見緑地線で一つ、手前のガモウ四丁目駅。グルメシティ京橋店は2011年10月31日に、閉店。大英グループでは、再建を支援している。 イオングループと共に店舗網の再構築作業を進めており、2009年4月10日、完全子会社となっている北海道と九州の両社を分割し、店舗網を引き継いで直営化することを発表した。2009年9月1日に北海道と九州地区のグルメシティはほぼ全てが大英の直営店舗に転換したが、店名はグルメシティのまま継承している。 また2015年3月1日には、大英がグルメシティ関東とグルメシティ近畿を九州合併したことにより、運営会社は大英本体に一本化された。近畿地区では、店舗運営の一部、商品調達及び販売展開について、株式会社大英が設置するすべてのグルメシティについても子会社の株式会社グルメシティ近畿に委託していた。グルメシティ近畿の設置する グルメシティにもハートポイントが導入された今、株式会社、ダイエーの設置するグルメシティと差はほぼなくなりつつあるが、デジ袋については、両者それぞれで調整されたものが使用されている点で、違いもあった。かつては、設置法人によって、ポイントシステムや買い物袋、スタンプカードが異なっていたが、2006年から、株式会社、ダイエーの店舗、 グルメシティとポスを含むに順次導入されていたハートポイとシンポスシステムが2007年3月からグルメシティ地域法人の店舗にも順次導入されるのを前にお買い物袋、スタンプカード及びレジ袋については大英のものに統一されたほかシンポスシステム導入店舗では設置法人を超えてポイントが共通化される。なお、旧ポスシステム時代株式会社 大英のグルメシティ店舗に導入されていたポイントカードグルメシティクラブは大英店舗に導入されていたどんどん溜まるポイントカーよりも先に誕生している。二千十四年五月二十八日、イオン社長の岡田元也は同社株主総会の席上で大英の事業を関東と関西のグルメシティに特化し、それ以外の地域についてはイオングループとの東方再編を進めると方針を 示した。大英はイオングループ入りに際し、北海道と九州を事業部制に移行しており、関東、関西以外のグルメシティは、マックスバリューの地域市会社へ移管の上で、店舗網を抜本的に見直す方針とみられいる。またこの前日に、日本経済新聞が掲載したインタビュー及び9月24日の記者会見において、岡田は、 関西のマックスバリューやコーヒョピーコックストア等の店舗を逆に大英還に関してグルメシーまたはイオンフードスタイル、歌唱などの数ブランドに再編することも選択肢に入っていることを明らかにした。2015年9月1日に北海道の5店舗をマックスバリュー北海道株式会社へ九州地区の13店舗をマックスバリュー 九州株式会社へそれぞれ移管した。大半の店舗は、店舗ブランドを、マックスバリューへ野豪変更。福岡県の南福岡店のみ、近隣に雑誌の熊店が存在するため、フードディスカウント業態のザビックへ業態転換。クラーダち店は一旦、マックスバリューに野豪変更した後、2015年10月3日にザビックエクスプレスへ業態転換することとなっており、 継承日当日にリニューアルオープンする店舗、北海店舗、九州地区11店舗を皮切りに、順次、新店舗ブランドでリニューアルオープンが行われた。また、九州地区の一部店舗は、フードディスカウントストア業態のザビックへ、業態転換さる例もあり、南福岡店は近隣に雑誌の熊店があるために、業態転換して、新規開業したのを皮切りに、一旦、 マックスバリューにヤンゴを変更した店舗についても、コクラーダチ店は2015年10月3日に、ドイ店は同年11月9日にそれぞれ、ザビック、コクラーダチ店は派生業態のザビックエクスプレスに業態転換されている。さらに、ダイエーが運営していたグルメシティをグループ会社の株式会社ビッグウェイへ移管し、同社が運営するディスカウントストアであるビッグウェ 業態転換した店舗も見られるようにり、2016年3月26日に2店舗、同年4月23日に2店舗を、順次、ビッグエイに、業態転換した。また、2015年3月21日に、西八王子店が改装の上、大英に屋号を変更したのを皮切りに、改装のタイミングで、グルメシティから、大英に転換される店舗が増加している。 2017年8月10日には2019年度中にグルメ式全店舗を大英に統一することが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。